はい、ということでおはようございます。はい、なんか5話あたりまでねクリアしたところで、なんかこいつ今までのモンスターとは格が違うっていうのが出てきた。俺大丈夫やれるさ。何をのんきに、まだ無知と無謀か。呆れたもんだな。無知でも無謀でもないさ。だって俺一人じゃない、アキラがいるんだ。ということでパート2はちょっと1パート1パート2分からんけど、強くなったモンスターを紹介していこうかなと思います。ということでいきましょう。何が出る、あ、いきなりボス、やっべ、弱っ。うはははは、弱いって。だからうまいことさうまいこと、ひー、うまいことさ、もう貫通2体だったし、また貫通2体だしさ、もう待ってうまいこと貫通2体なんだけど、ちょっと待ってよ、もういきなりボスは負けイベっぽいよな。でも勝てなくもないクエストかもしれないこれは。てん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 、いやーきついよこれ。だって2人だもん今回。なんかね、2人はちょっとどっかに連れ去られてるらしくて、スピードクリアは無理だとしてもいけるかもしれない、もしかしたら。うおー、動くのねお前。ただいける、多分これ勝てるやつだな、これ勝てるやつだな。ディルロッテとバルドルです。まだ星5、僕1人も当たってませんまだ僕星51体も当たってないんですよ。はい、でモンストの買った時にスターターアイテムセットっていうのがついてて、それを入力したら星5が1体必ず手に入るんですけど、星5、6が必ず手に入るんですけど、そのスターターセットのダウンロード番号がなんと今任天堂が不具合らしくて入力ができなくて、僕今完璧に星4号縛りみたいな感じになってます2体だけで勝てるんかな。多分これ勝てるやつだな、勝てるなこれ。いやせい、よかった、全員重力だったから重力バリア一応出てんだよこれ。よいしょ、てん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 、せいせい、弱いな、弱いよね。これ SS 撃てる、あ SS 撃てない、いや弱いのかこれ、やばくない。あ、勝て勝て、もうボスだけ狙うか。これ貫通だけだもん、きついよ。反射いたらさ隙間ねじ伏せたりとかできたかもしれないけど、きついきついきつい。あ、スピードアップ出た、 OK、 これでスピードアップ取って、ほい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 、よし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 、痛い痛い、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、せい、よいしょ、これを耐えれば、うー、勝ったな、オッケー、もらったもらった、よかった、勝てた勝てた。そう、アプリの方のモンスト降臨キャラね、あ落ちた、オッケー、はーい、疲れた、勝った勝った勝った、余裕だね、余裕だったね。貫通2体はきついって。でまだ僕1体も星5が出てないということで、多分これで金のメダルがね、あー銀のメダルかよ、マジで銀メダルかよ。火車いらないよ、火車いらないっす、マジで銀のメダルなの、これで銀のメダルなの。なあ、アキラがいれば楽勝だったろ。ということで勝てましたね。まあなんか友達たちがさらわれてて、あれ殺し屋もの様子がみんなおかしいですね。他のみんなを探そう。あ、殺し屋もがいつもと違うな。まあ、これ出ればいいんか。オッケー。で、こんにちは、良平さんいらっしゃい。何ここ。あ、なんかもう始まった感じするな。みんな、レン・アキラ。どうしてこんなところに。いや、すまない、俺の歌のせいでこんなことになってしまって。それよりモンスターは、誰かが取り付いていたモンスターを倒してくれたみたいなんだ。
このコロシアムは完全に封鎖した。はあまり私の邪魔をしないでもらいたい。誰だお前は。あいつじゃないの、春馬じゃないの。質問などしている暇があるなら自分たちの身を案じた方がいい。私に逆らえば一生家には帰れなくなるのだからな。何、ボスかい。私たちに今から、君たちには今からモンストで戦ってもらう。それがここから返してやる条件だ。モンストするだけで返してもらえるの。だったらさっさとやろう。ただしだ、負けたチームのモンスターは全て没収する。もう俺星5もいないのにこんな奴らだけでも没収されたらもう終わりなんだけど。互いのモンスターをかけた時、モンスターは最高の見せ物になる。さあ覚悟を決めて私を楽しませろ。お前誰。やるしかないな。いやこれ負けたくねえんだけど。だけどよ、負けたら今言ってるようなモンスターが。戦う前から負けることを考えるバカがいるか。その通り太陽くん、頭いいよ。こんな形で戦うことになるとはな。だけど早いか遅いかの違いだ。モンストをやってれば俺たちはいつか戦うことになったさ。チューは金三条やるぞ。ダメな俺に力を貸してくれ。しょうがない、分かったわ。太陽は私たちがいないと元気が取れなくてクズだから、俺たちがしっかりしないとな。がはははは、バカな、こんな風にまとまるチームもあるのか。そうだな、でも手強そうだぜ。おいおい、オラ様が没収されるかもしれないのであるぞ。それなのになんだか余裕ではないか。ああごめん、この緊張感がなんか楽しくって。また俺も楽しいよ。どんなモンスターが来るのかね。でも大丈夫、俺絶対に負けないから。頼むであるぞ本当に。よし行くぞみんな。行くぞ、俺のパーティーはこれだ。で俺のパーティーはこれだ。バルドルの進化、じゃあバルドルの進化前極み、ホルスの29レベ進化後の、そしてディルロッテ進化前の極み、そしてシュリの進化後のレベル30レベ。さあ行くか。よし行くか。硬い、まあ、勝てるだろう。またカーマが出てきたよ。23回思い出すね。まあ、こいつ重力だよね、こいつ重力だよね、重力だから縦顔しよう。まず重力のわ。重力をやっつけようっつったのになんでミスってんだよ俺。ベイ、ベイ、まああんまり食らわないね。全然食らわない、全然食らわない。BGM がかっこいいけど。パパパパパパ。よし、ベイ。友情、まあ友情当てつつの俺。こんな感じで。もう星5が一体もいないんでね僕。ヨルムンガンド出そう。あーヨルムンガンド出そう。ほんまやね。ヨルムンガンドが2話あたりで、このモンスト2話あたりでボスとして出たんですよ。でこのカーマは多分一面のボスなんで、あーやばいな。この下の数字即締めてよじゃね。いや即締めてよじゃなくホーミングだったけど、クソ弱いホーミングだったけど。よいしょ、タタタタタタン、スタタタタン、タタタタタ。よしこれ倒したな。まだボスじゃないからな。オッケー、負けることはないでしょ。まあ進化してるからね。うわこれヨルムンガンド出そうだな。やっぱり出た。ヨルムンガンド出た。でヨルムンガンドは神キラーを持ってるんで、で神なんだよね、神なんだよね僕らが。バルドルとホルス神なんであんまり近づけたくなかったんだけど、バイブ近いっていうね。やばいなこれ、やばいなこれ。いやー痛い痛い。でハートはあるからハートは成長させつつ、ハートは成長させつつ。よしよしよし、でててててこれ縦、いや違う、こうだな。ハートは取らない。よしよしよし、オッケー、いいよいいよいいよ。あんまり食らわないね。大丈夫大丈夫、勝てる勝てる、楽勝だよ。よいしょよいしょ、いけるいけるいける。
ボスが強そうだな。バルドル幻獣キラー EL。 ショッさっさっさ。だけどバルドル進化前だから幻獣キラー EL もついてないんだけどね。まあディルロッテを、ディルロッテをうまいこと使いたいな。よし、オッケー、突破、突破。まだボスは来ない、長いな。うわー、お前か。来ると思ってたけど、分かってたけどさ、重力バリア見にくすぎないか。ここに跳ねたらすごい食らいそうだ。ほい、あーダメだ、はまらない。今までのボスが全部出てくる系か。ボスラッシュ、ボスラッシュ。いやー食らうな。ディルロッテ使えるな。でもディルロッテまだ早いよな。まだ使うぞ。まだディルロッテは使わないぞ。ディルロッテパワーアップだよね。みんなパワーアップさせるよね。うん、だ一応使えるからディルロッテは後で。ってことは火車も来るのかな、わかんないな。はめて、うわー死なないのか、かてえな。痛い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 。よしよしよし、3万しか体力がないからきついんですよね。よっしょ、よし倒した、よし、いいよいいよいいよ、いいダメージ。お、ディルロッテ打とう。ディルロッテって多分次ボスだと予想していけ。ディルロッテ活動、よし全員やってた。 OK 完璧、全員やった。ボス来い、よーしよ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 し。さあボス誰だ、出てこい。バルドルか、バルドルじゃない、誰だったっけ、名前忘れた。シールドブレイカーがいるからね、ここにはシールドブレイカーがいるからね。いけシールドブレイカー。シールド当たらないっていうね。いやまあビットンブレイカーもいるからね。よっしょ、ハトホル、ハトホルだな。ハートは取りたくないからこうやって、よいしょ、よし、いい火力いい火力。次で全員倒したいな。雑魚狙いでいって、よいしょ、よし、これでよし、OK。あなたに私は倒せないわ。いや倒せる倒せる、大丈夫、勝てる勝てる。こっからボス変わったりしたらびっくりだ。変わらんよね。うわーめっちゃ重力じゃねえかよ。まあ撃つしかないよな。いけいけいけ。よし、まあ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 いいでしょ、まあいいでしょ。いけ横間、横間で上がりつつので、けストライクショット、強い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 、いいよいいよいいよ、強い、めっちゃ強いよ。よし、強い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 、痛い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 。勝てるね、弱点をシャキシャキ。よし、オッケー。あー勝った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 。こんな弱いパーティーでもまだまだ勝てるね、まだまだいけるな。まあ星5が出るまでは俺多分ずっとね、多分星5星4号縛りになってると思う。多分ずっと星4号縛りだと思うからな。はい、倒せました。金メダルこれでゲットできるんじゃないの、これで金メダルゲットできるでしょ。めっちゃレベル上がる。よっしゃ、金メダルゲッチュー。さあこれで、この金メダルで俺は星56を出す。もうこれで一安心である。対私たちの勝ちだ。ああ負けた、完敗だ。だけどいい勝負ができてよかった、ありがとう。モンスター取られるんじゃないの、素晴らしい、実にいいものを見せてもらったよ。だが約束は約束だ。え
あ、え、あ、そんな、え、ほんまに消えるの？大切なものを守るには覚悟がいる。つまりはそういうことだ。さあ、もう家に帰るがよい。モンスターほんまに取られちゃったんや。ああ、俺の大事なモンスターが。うおー、泣くな山頂、歯を食いしばれ。ハウ、ポジティブですか？ポジティブがあれば何でもできる。絶対パクリじゃねえかよ。モンスターだってまた集められる。だからみんな頼む、お願いだ。こんなダメな俺とまたモンスターを集めからやり直してくれ。多分俺ルシファー神かとかが取られたら多分殺しに行くけど、勉強もスポーツもダメで、おまけに友達前にいなきゃ悲惨だし、俺は太陽についていくぜ。太陽たちは大丈夫そうだな。さっきの男は一体何者なの？わからないけど、今起こっているモンスターの事件と関係があるのは絶対に間違いない。今度会うとき必ず正体をつかんでやる。終わりか。ということで、じゃあね、多分次6話に入ると思うんで、ガチャをね引くところまでカットします。ガチャ、はい、まずは銀メダルを2枚。あー、そっか、下見えてないわ。お願い、出てほしい。ソロボチ出てほしいな。ソロボチ出てほしいな。2枚、せーい。あー、出にくいだろうな。銀はね、出にくいんですよ結構。はーい、おー、金出たよ。バルドルー、バルドルー、バルドルー、もうバルドル何体目だよ。あ、金使っちゃうのか。決定とか出ないの。お願い、星56、ちょっとせめてお願い。金しかないでしょ、ほとんどこれ。いけいけ、あー、もう出ないでしょこれ。ガチャメダルがなくなりました。じゃあラスト上級行って終わろう。上級勝てるのか、上級に勝てるのかどうか。光と闇の進化を求めて上級。たた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 、あの中心力が落ちたとしても別に必要ではないんですけどね。なんだって、星56がいないからね。マジ星56出ないんだけど、伊勢マラしようかなっていうくらい。だから10連引けばよかったんだよね、金のメダル貯めずにじゃない、貯めて10連引けばよかったんだよ。なんで俺は単発で引いてたんだろう。えい、柔らかいな。リン2来い、リン2来るなよ、ほんまにリン2はいらん。よいしょ、オッケー。ということは、ここもぎょっくんぎょっさんが出るのかね。ここも重心力が落ちるってことは、ぎょっくんぎょっさんが出ることがあるってことなのかな。よいしょ、中ボス硬いな、中ボス硬いな。よいしょ、よいしょ、ででででで、よし、はい、よいしょ、オッケー。スノーマン一部ギミックいった方がいい。あ、スノーマンのギミック、いや別にいいや。ルイ、このゲームすぐ終わってしまうぞ、やりすぎると。マジでそんなすぐ終わるの？俺まだ縛りプレイなんだけど。俺まだ星4号なんだけど、これで終わっちゃうの？これでクリアできるぐらいのクエストないでしょ絶対。
どこで金のメダルとかゲットできるようになるんだろう、ほんまに。あー、二次メダル引きてーよ。さあ、ぎょっくんとかぎょっさん来るのかな。出ないな。おー、いい位置だな。はい、だよっしゃ、いい位置いった。っていうか、全何話なのこれ。全何話なんだろう。オッケー、よーし、じゃん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 。ほい、あー当たらない、全然食らわへん、ミスった。ほい、まあこの6話クリアしたらやめようかな。もしかして10話くらいまでだったらびっくりなんだけど、でもなんか20話くらいのような気がすんな。なんか20話くらいで終わりそうだな。なんか20話くらいで終わりそう。30話あったとしても30話。ストライクショットよ、よいしょ、てんてん、打つ、いくよ、ストライクショット、へい、つえ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 。電車乗りながら見る、イヤホンなし、やめてー音漏れる。当たってねえじゃねえかよ。痛い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 。あ、ゲージミスった、くっそ、ゲージミスった、くっそ。ビルドってせっかく打ったのにもったいない。これ倒せるよな。やばいな、友達は7時間で全クリしてるから。はいや、7時間で全クリできんの。全クリはやばいでしょ。いや俺は多分積むよ途中で大丈夫、俺途中で積むから、多分このパーティーだとずっとこのパーティーのままだと途中で積むことになる。ストーリーよね、あ、ストーリーか。これ縦の方が効率いいよな。よいしょ、ストライクショット、せい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 、よし、オッケー、うんうん、ててててー、はい、あ、もうスピードクリア、とっくに終わってた。ちなみに最後はハルマが、ハルマが出てくるのか、言わなくていいよネタバレはいいからね。よいしょ、勝てる勝てる勝てる、いけたね。ストライクショットストライクショットバーン。そう、スマホ版は横で打った方が良かったからね。めっちゃ出る、おお、重石めっちゃ手に入った、いいよいいよ、上級だからやっぱ重石いっぱい手に入るな。早い早い早い、やっぱね、なんかね、ちょっとね、なんかね、スマホのからスマホやった後にこれをやるとちょっとね、しょぼく見えますね。うん、こっちのモンストはすごいしょぼく見えちゃうな。さあ、何が出る、重心力出るかな。まあ出るわけないよな、光の玉ゲッチュ。よし、なんか上級クリアしたからといって課金、あ、課金じゃない、課金とかしてオーブとかもらえ買えるの。いや、オーブ、あれコンティニューオーブっていうのはあるけど、これから C ランク、なんかコンティニューオーブっていうのはあるけど課金とかはないよ。うわー、 C ランクめんどくさそう。はい、ということで、まあこれからもね、こんな感じでモンストやっていくんで、まあ次回は、まあ次回にはもう強くなってると思います。まあ次回にはね、次回までにはまあ俺は強くなってると思うんで、はい、次回までには強くなってると思うんで、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。 Please subscribe。